ども皆さんこんにちは、ノアです。今回はですね、さあビッグバンミッションの6代よりマジンロベルというね、はい、ヒーローズオリジナルキャラクターが参戦することについてちょっとね、いろいろと話していこうかと思います。というのもね、私もロベリストでね、一応やらせていただいているので、このマジンロベルというね、こうオリジナルキャラクター、まあこれの参戦はね、めちゃくちゃ嬉しかったです。まあ今までヒーローズでさ、そのいろんなオリジナルのキャラクターが、まあ、参戦してきたと思うんだけど、ちょっとその中でもね、もう群を抜いているというか、トランクスがスーパーサイジン3になったり、ベジットがスーパーサイジン4になるのとは、ちょっとわけが違くて、もうね、一目惚れいたしました。これまず見た目だよね。もうなんだろう、今までのロベルの可愛さを残しながら、こう尻尾を生やして小悪魔感を出すっていう、まあさすが分かっていらっしゃるなと。でそれに加えてのこうニーソとね、ドミグラっぽい衣装を着ているっていうところもちょっとポイントが高くて、まあ今までのロベルが、タイツみたいなやつを履いてたと思うんだけど、それがね、もう一新してニーソと、これはね、いや、やってくれたね。であとはまあショートパンツみたいなやつを履いてて、もうめちゃくちゃもう見た目が可愛すぎてさ。でこの間の BM6 弾情報が、まあ、圧倒的そのブロリーを、まあ、メインとする紹介の仕方だったと思うんだけど、ロベルに全て持ってかれたね、完全に。やっぱツイッターとか見ててもね、あのみんな本当にこうロベルが魔人化したことに対して触れていたっていうのと、あのコメント欄とかでも、あのブロリーよりもロベルの方が圧倒的にコメント数が多くて、やっぱねヒーローズの超絶人気キャラクターなので、もうしくれでよくないね、しくれでもう UR と言わずしくれでいいよ。うん、しくれでいい。だって次のしくれ候補が、まあ、アニバ除いて3枚いるでしょ。まず、超フルパワーサイジン4、ブロリー。まあ、ワンチャン超フルパワーサイジン4ベジット2周目。で、アンド、ベジットブルー時空転送。まあ、原作枠。おそらく候補はこんな感じだと思うんだけど、正直、魔人ロベルでいいんじゃないね。いや、これ、ロベルが間違いなくね、シークレットレアになった際にはもう、おそらくブロリーとかベジットよりかは圧倒的に人気が出るだろうね。公式さん、シクレでいいんだよ。でまあそもそも自分がそのロベルなんでそんなに好きなのかって言われるとですね、まあ好きになったのがそのユニバースミッション3弾、ロベルさんがね初 UR で登場したあの弾。まず外見が可愛い。うん、これが圧倒的だよ。もうロベル好きな理由の 95% ぐらいが、あの外見がめちゃくちゃ可愛いからっていうのと、あとは単純に強い。ロベルのその UM3 弾 UR、まあ一時期1万5000円ぐらいまで、値段が上がったと思うんだけど、あれは単純にその可愛いから値段が上がっただけじゃなくって、強い。とにかく強かった。もう敵アタッカー ×4000。パワーがそのラウンドのみとはいえね、アップするということで絶大な火力ソースで、あの時はね、自分チーム全員のパワーをボーンって上げられるキャラクターが、まあ、大神官とかしかいなくて、まあ、あの時代の火力要因としてはもうロベルはもう本当にトップクラスの性能で、まあパワー上げときゃとりあえずなんとかなるみたいな。でその後にまあね、ベジータ王ゼノとかそういうロベルの対策カードが出たけど、まあ正直ベジータ王ゼノが出るまでの間はもうロベルがずっと無双してて、タンバリンがいたところでね、こっちのアタッカー人数抑えちゃえばいいっていうのと、まあ相手もさ、そのロベルでパワー上げられたくないから、タンバリン切るとしてもさ、そんなにアタッカーに出せないからすごい難しいんだよね。でまあ大した対策にもならず、しまいにはガードエッジロックオン、軽減ダウンと、ドミグラも優秀ということでね、めちゃくちゃ強かったね。で今の環境でももちろん悪くはないし、まあ自分もたまにバトスタで使うしさ、そんな感じでとにかく強い。でこれ一つね、ちょっとロベルに関するエピソードなんだけど、ユニバースミッションのその3弾の時にロベルが出たじゃん。で、アンド調査機悟空が一緒に出たと思うんだよね。でそのロベルと調査機悟空を使って、まあ、バトスタをやりまくっていたわけですよ。でそれで見事にバトスタの100位以内に入ることができて、まあ2段昇格できたんだよね。で余裕で20連勝ぐらいできちゃうような、もう本当に本当に強くて、まあ全く負けなかったんだよ。でロベル調査機使うと全然負けないから、ポイントもさどんどん増えていくじゃん。
で、まあそれで100位以内入れたんだけど、まあそんな感じでそのバトスタの100位以内に入ったっていう、まあ思い出とかもあって、まあ本当に相棒みたいな。であとね、セリフもいいよね。こうロベルだけのなんかその特別なセリフっていうの、さすが私あれとか結構センス高くない？なんか別にさすが私ってさ、まあまあまあ、その辺のさ、アニメキャラクター言いそうなセリフだけど、なんかちょっとロベルが言うと、なんか風格が出るというか、こうやっぱ秘書だからさ、こう何でもできる女秘書みたいな。で、さらに言うと、ゼノバースのラスボスの魔人ドミグラっていう、もう悪のカリスマだよね。で、それの完璧な秘書だよ。もう、これはね、そりゃキーボードも作れるわ。で、なんでもね、その、今回ベジットゼノを超フルパワーサイジフを限界突破にしたのも、まあ、ロベルとドミグラの差し金みたいな感じだったじゃん。あの、アニメを見る限りはさ。で、まあね、あの、頭良し、ルックス良し、強さ良しというね、もう、完璧ですわな。だから本当にそのヒーローズのロベルをね、作ってくれた、その、まあ、キャラクター考案者というか、会ってみたいもんね。うん。まあ、どういう意気込みで作ったのか、とか。あと年齢とかもさ、まあ不明じゃないですか。で、まあまあそういうね、大体の年齢設定みたいなやつとか、ちょっと聞いてみたいな。はい、まあそんな感じでね、ちょっと今回はね、ビッグバンミッションの6弾で、まあついに、魔人ロベルが参戦するということでね、まあちょっとね、ロベルに対するちょっと思いだったりとか、まあ好きな理由について話させていただきました。で、初日連行もちろん今回もね、まあ10万円ぐらいはとりあえずやろうかなと思ってて、まあシークレットレア3種類と、アニバーサリーシークレットがまあ2種類あるわけなので、まあ正直多分10万円でも足りないし、まあ、もしかしたらもっと連行するかもしれないけど、まあ逆にシクレ5枚あってくれるおかげで、まあいつもよりも多く連行するだろうから、それでロベルがいっぱい出るかもしれないね。ここさ、1枚は確実に初日にゲットするって決めてるし、あの正直シークレットよりも狙ってるから、まあ1枚と言わず2枚3枚初日でちょっと引き当てていきたいなと思います。で、あとはまあお店で買ったりだとか、トレードみたいな感じでちょっとね、まあいろいろゲットする方法を考えています。はい、とりあえず最初の目標は18ポケということで、ロベルが好きな方はぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。で、もしくはロベルが好きな方だったりとか、魔人ロベル参戦について祝ってくれるよっていう人はね、ぜひぜひコメント欄にね、書いてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。